If cash is best. If cash is best, how should it be distributed? もし現金が一番いいんであれば、それはどのように分配されるべきかというですね。In wads of paper money, wads. Wads は布の柔らかいものなどを丸めたもの、塊、紙、札、薄いものなどの束、山ですから、wads of the paper money, 紙幣の束か、by voucher, バウチャーによってか、or through mobile phone payment, such as Kenya's M-Pass system, バウチャーによって、バウチャーというのは5ドルとか10ドル、金額を書いた紙ですね。それからモバイルフォンの支払いを通じて、で、such as Kenya's M-Pesa system、ケニアの M-Pesa system、M-Pesa system、M-Pesa というのは、携帯電話で送金から出金支払いまで何でもできるモバイルマネ、モバイルサービス。ケニアでは公共料金や教育費などを支払い。これ、やっぱりね、住んでるっていうかね、こういうことしないと彼らは受給できないんですよね。支払いもできないし。だからこういうことやってるんですね。And how should the very poorest be identified and targeted?そしてどのように、最も貧しい人が、識別され、目標として記録されるのか。ここでちょっとね、単語を調べてですね、これ、何を調べてるのかな。あ、イークですね、イーク。ちょっとこれ、横に切れてますけど、イークですね。なんとかやっていく、生活していくっていう単語の読み方を調べてますね。それで、When millions of citizens, especially in sub-Saharan Africa, eke are living entirely outside central database. 数百万の国民、特にサブサハラのアフリカの国民は、中央データベースの外、完全に外に生活して、エイカリビング、生活してる、やりくりしてる。イークってあんまり出てこませんけど、まあ、エイカリビングですね、生活してる。特にその、どう識別して、どうやって目標を決めるのかっていうのは、まあ、かなり難しいですよ。でも、そもそも彼らはセントラルデータベースに登録されてませんから、だから、場合によっては携帯では持ってないですね。じゃあどうするのみたいなところがあるわけですね。で、サブサハランドは特に貧しいですから、そういう人たちをどう把握するのか。ですが、ここで言ってるように、プアレス、モートプアレス、最も貧しい人をどういうふうに認識するのかっていうのは、